ップからお届けするユーストリーム番組競馬日報ニュースナビ、本日12月8日37回目の配信です、はい、イエーイ。やってるね。今日の MC は慶和学園大学のユーストリーム番組慶和ランチ MC であります。なんだっけ、日本語ペラペラ敬語片言のマルタと、はい、地声の低さがおかまバーナー小池まどかです。よろしくお願いします。はい、この番組では私たち、はい、あこの番組では私たち慶和学園大学の学生が、はい、新潟日報で報道された記事の中からとっておきの話題について新潟日報の皆さんに紹介してもらおうという番組です、はい、各週、うん、月曜の夜に配信しています、はいはい、普段何気なく目にしているニュース記事についてその背景まで深くお話を伺っていきたいと思います。はい、さあ、ね、読んじゃった。いいよ。さあ今日のテーマはネット選挙ということなのですが、マルタさんはイタリアで投票できるんですか？できるんですよ。できるんだよ。あ、実はできる、ね、日本にいるけど、うん、ちなみに日本では20歳からだよね、うん、でもマルタちゃんは18歳からできる。あ、イタリアだと18歳から18歳からできる。早い、うん、早いうちから政治に関わっていくわけですね。そうそうそう、なるほど。それ以外の質問はあんまりしないでください。じゃあちょっとここからは、はい、ちょっとここからは、はい、今回はネット選挙運動が解禁されて初めての衆議院選挙ということで、その点でも注目が集まっているのですが、はい、このネット選挙について新潟日報では入ってないです、はい、入れました。ありがとう。今回はネット選挙が、解禁されて初めての衆議院議員選挙ということで、はい、その点でも注目が集まっているのですが、このネット選挙について新潟日報では11月30日の朝刊で、ネット選挙県内陣営歓迎戸惑い若者取り込むツールねえ不得意と活用せずという記事を出しています、はい、ちょっとこれを、はい、まあ、見出しの部分を読んでいただいて、はい、お願いします。衆院選公示が12月2日に迫った。2013年の参院選で解禁されたインターネットを使った選挙運動が初めて展開される衆院選となる。県内では積極活用する陣営とネットに頼らないという陣営があり、歓迎と戸惑いが入り混じるとのことです。はい。ですね、私はネット選挙運動だけでなく、そもそも選挙権を、去年か特殊したんですね。本当そうなんですよ。なので、今回は解説役を2人お願いいたしました。わかんないですね。わかんない、本当にちょっとペーペーなんで、はい、2人お願いしました。はい、もうさっきから私のことバカにしまくりました。ですね、はい、新潟日報論説編集委員の吉岡和彦さん、また今回の記事でもコメントを実はしているんですね、慶和学園大学の一戸慎也先生にお願いいたしました。どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、今さっき言ったばっかなんですけど、先生の記事がですね、実はですねコメントも載っている。私の記事じゃないですよ、私コメントが載ってる。電話でコメントしただけです。はい、はい、先生これはどういう趣旨があってこのようなことを書かれたのでしょうか。僕書いてないんですけど、はい、まあ、記事自体はだからさっき書いてあった通りですよね、はい、だからね、若者を取り込むツールとして積極的に活用していきたいという人もいれば、まああんまりうまくできないので、あんまり使わないっていう人もいたりっていう、はい、まあ、そういう記事ですけど、それはなんか多分取材はされたんですよ、こう各区の候補者の具体的な名前は書いてないですけど、はい、すごくいっぱい活用して若者にとって興味を持ってほしいという人もいれば、まあその何ですか、ツイッターにこう常にこう書いたりするスタッフがちゃんと揃ってないので、まあ、あんまり使わないっていう人もいるし、まあ、最終的にはちゃんと顔を見て、はい、選挙運動をするのが大事だみたいな。なるほど、大事だというか、まあ、なんかいじってる暇ないとか言ってる人もいて、まあ、そういう状況があって、でそれについてどう思いますかって言われたので、はい
なんか私としてはなんか急に使ってもダメですよみたいな、はい、なるほど、あ、なるほど確かにそうですね、はい、後で出てきますけど、だから選挙運動というのは12月2日から始まるわけですけど、でもツイッターとかフェイスブックというかいうのはその前から使えるわけ で、うんうん、 そうですね、でそこにこういっぱいファンがいて友達、はい、あの友達というかそれを見てくれる人がたくさんいればいいけど、はい、選挙が始まったんでじゃあこれから始めたいと思いますとかって言ってもちょっと誰も見ないだろうと、まあそんなことをもう少しマイルドに喋りました、はい、マイルドに、はい、そういうわけですね確かに突然やっても誰も見ないかはそこみたいな無理やりやってる感がね、無理やりやってる感が、それにそのネット選挙に合わせてやってきてる感がちょっと出てますか、ね、そうか、ちょっとずるいって思ったりとかもするのずるいと思ずるい、誰ずるいってどういうこと、ちょっと黙ってた方が良かった、いやいやいや、違う違う違う、どういう意味ですか、ずるいって、なんかだから、こういう時だけやるみたいな、そうそうそう、そういうこと、ああなるほどね、選挙の時だけいきなり更新し始めて、あ、まあそうそうそう、だから一緒なんですよ、一緒なんですよ、あの選挙前からやってるならいいけどって話ですよね、あのよく言うのは選挙運動になると、うん、選挙が始まると地元にやってきて、うん、どうもよろしくとかって握手するけど、うん、いやあんたいつも来てないじゃんみたいな、うん、というツッコミが、まあ、よくされるわけですが、同じことでしょ、急に始まったからツイッター始めましたって言われても、はい、いや誰がそれを見るんですかと、まあ、そういうことだと、なるほど、更新が次の選挙の時にまた選挙までされないとか可能性ありますよね、なんかあります、パッと出てきて選挙終わっていなくなってまたちょっと出てくる、そう、選挙の時にまた出てくる、そういう方も中にはいらっしゃるのじゃないかな、そんなツイッターフォローしたくないよねズバッと行きましたね、で、はい、でもね、はい、今までは、はい、去年まではそのネット選挙解禁するまでは、うんうん、選挙期間中は候補者の人がツイッターとかフェイスブックもできなかったんですよ、はい、自分のブログの更新もできなくて、で今ここで演説してますよということを上げることができなかったんだけど、うん、それができるようになったということで、うん、付け焼き場なんだとしても、うん、例えばうちの選挙区で誰が投票立候補してて誰に投票しようかなって考えてる人が名前で検索して、うん、あこの人こういう人なんだ、あこの人付け焼き場だけど、フェイスブックやってんのねっていうのが調べたい人には分かるっていうのメリットは、うん、そうそうそう、それは意味があるんですよ、はい、今までそういうの何も、もうないんで、ネットで調べても、うん、どこに行ったら誰がいるかとかっていうのはネットには全く、だから関心のある人にはいい、はい、いいですよね、仕組みになったら、なるほど、まあ元々やってた方とかもブログ、うん、ブログでまあ書けなかったんですね、前は書けなかった、書けなかった、書けなかった、それがでも今はどこで選挙活動やってるか書けるようになったっていう、うん、それが大きな違いというか、そのネットのやつって12月2日以前にはできるんですか、できる、できる、できます、それはできるけど、うん、選挙運動はできないんですけどね、うんうん、なんかじゃあ市場というか、 なんかお昼ご飯どこどこで食べましたよとかいうのはブログとかツイッターとかで書けるけど、投票をお願いし始めたらダメなんですよ、あその12月2日よりも前にってことですか、あと その、まあ、それまでは更新ができなかったんですよね、更新ができない、ちょっと話がこう、だから選挙が始まる、うん、始まった後は何もできなくなって、更新してはいけない、はい、ご飯食べてもダメだ、うん、あご飯食べるとかいうのもブログに書けない、それがつまりかわいそう、投票お願いしますっていうチラシと同じ扱いだあなるほど、ホームページやブログとか、うん、なのでそれはもう形が決まる、その期間中はこれしか配っちゃいけませんよっていう、うん、そういうチラシなんか縛りがあるんですよ、うん、ホームページもそれと同じ扱いで、はい、公示の時点だったものを変更しちゃいけないっていう、うん、そういうの縛りがあったんですけど、うん、それが変更してもよくなった、うん、じゃあ今は12月2日を過ぎてから私に1票お願いしますっていうものが、うん、ネットで、まあ、ちょっとネットで言われるようになってきてるっていうことですね、そうです、そうです、なんか前ダメだった時、はい、なんか音声でやってる人いましたね、はい、音声はありなのですか、え動画撮ってそれ投稿するってことですか、まあ、法律上は文章とかっていうんだけど、はい、まあ文章を勝手になんか自分で増刷して配ってはいけないというルールなんで、文章ではない状態にしなきゃいけないっていうんで、はい、音声で配ってる人がいたけどそれはやっぱりこういう私たちがやってるようなインターネットのとかを通して声で届けるみたいな、あれ映像だったら
ダメなのかな、よくわかんないんですけど、音声だったら大丈夫だって、音に当たる、そうですね、だから映像はなしで、音だけでやってた人います。すごい、考えるね、考える、本当にそういうくぐり抜け方ができるんですね。でも、それだけ効果があるいや、効果は、ね、あんまないですよね。そうですよね、ずるいって思われるだけですよね。いや、ずるいっていうか、だから別にいいじゃんっていう意味ですよ、それは。だから、あえてパフォーマンスとして、まあそういう、はい、過去にはそういうことがあったんですが、はい、はい、現在は、その、はい、解禁されてる、はい、なるほど。ちょっとなんかおさらい、はい、おさらい的に、はい、あのなんだっけ、総務省のやつちょっと、はい、と、はい、ちゃんとね、あの、はい、これ去年の、うん、去年解禁になった時にこういうのが出てて、はい、何をやっていいかっていうのが出てるんですけど、はい、まあ、これで決めるのにすごい揉めてるんですよ。あ、そうなんですね。で、まあ、何かっていうと、うん、要するにインターネットが使えるようになると、うん、いろんなこう誹謗中傷が短い選挙期間の間に飛び交って、あ、まあ、大変なことになるみたいな話になりまして、うん、はい、で結局何が、規制まだ残ったかというと電子メール、うん、電子メールは、だから選挙運動といって、はい、選挙運動をするのは候補者と、はい、あと有権者がいるじゃないですか、はい、皆さんがね、はい、なんとか候補いいですよみたいな、これも、まあ、選挙運動なわけですけど、はい、選挙運動はその本当、ツイッターとかフェイスブックは皆さんもやっても大丈夫ですが、はい、電子メールは候補者しかやっちゃいけないっていうこと。政党も大丈夫ですけど。あ、政党も大丈夫です、うん、メールで誰かに頼むとかそういうことですか、うん、そうです、メールで選挙運動をするのは候補者と政党だけ、うん、だから皆さんがなんとか候補がいいと思うよみたいなのをみんなでメールで配ったりとかそういうのはしてはいけないと、はい、あ、それは禁止されてた事項だったんですか、ね、今、いや今まだ禁止されてる、今も現在も私たちがこれこのこの人はすごくいい人だよっていうのを電子メールで送ってはいけない、友達とかにっていうことですか、そうです、これがその今×って、ここだけ×の、あ、本当だ、そんなのあんだね、そう、なんでかというと、なんでかというと、はい、電子メールで、はい、あの宛先のわからないメールを不特定多数の人に送りまくるやつが出てくると、はい、なんとか候補はひどいやつだみたいなことを書く人が、まあ、出てくるんじゃないかと、多分そういうことなんですよ。だからこれは、はい、だからいいこと書くのにも悪いこと書くのにもやらせないようにこれをノーにして、こっちをノーにして、でこっちは、うんうん、あの候補者があの送るとか、と政党が送るのとかはいいです、うん、まあ、ただしこれも、うん、だからあらかじめ送ってくださいっていうふうに登録してある人、うん、メルマガ登録している人だけ送ってよいと、うんうん、政党からメールが来るということですか、そうそうそう、だからそれは登録してある人に送るのはいいけど、またあの、うん、なんですか、全然関係、あの頼んでもいないのに、うんうん、うちの党のなんとか候補にお願いしますっていうメールをこう送ってはいけない、こうプッシュでこう送ってくるのは、うん、はい、あの結構制限する方向でこう行くわけですね、はい、でも厳密に言うと LINE はメールじゃないとかいろいろあって、うわ出た出た、 LINE はねいいんですよ、音声もメールじゃないしね、 Facebook のメッセージもいいいいんです、いいんです、だからメールだけだ、電子メールは NG、うん、なんでそうなったかよくわかんないけど、なんかやたらあのこう多分迷惑メールのあれとかがあるからじゃない、議員の皆さんが多分この法律を作っていくときに電子メールはやばいっていう話になって、ここだけ厳しくなった、そうなんですね、具体的な実際のイメージとは違うのにね、そうですね、そうそうそう、私がマルタちゃんに LINE で誰々候補はすごく素敵な人だよっていうのがありってことですか、あり、うんうんうん、でもメールで送ると、はい、ダメ、ダメ、まあ、どっちもどっちって感じのあれなんですけど、違うんですね、やっぱメールはやばいという話になっています、あ、あとはいいんですよ、リツイートとかやっていいんですよ、あ、そのじゃあフェイスブックで投稿とかそういうの全然大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、だからそれは結構飛び交ってって、うん、まあでもそれは大丈夫だろうっていう話になったんですが、うんうん、まあ、ただし未成年はダメなんですよ、これはまた微妙なところで、そうそうそう、未成年はそういう活動してはいけないっていうか、もともと選挙運動はしてはいけないんだけど、はい、もう誰でも選挙運動できるようになっちゃって、うん、結構 やばいですっていうか、あのそれで例えば選挙運動をしている高校生を本当に捕まえた事例があるかというと、はい、こっちに今ちょっと出ますか、未成年の選挙運動は禁止されて、未成年は禁止されているので、うんうん、未成年は選挙運動をしてはいけない、だから未成年リツイートとかしてはいけないんですよ、え、なんかちょっと難しいラインですね、そう、未成年が選挙運動になるような発言をリツイートしてはいけない、はい、それはでもなんかツイッターって匿名が結構あるじゃないですか、うん、なんか名前がわからないし年もわからないみたいな、うんうんうん、でそんな中で未成年のリツイートは禁止、そうです、だから未成年だということが判明したらダメです、はい、それって見つかった場合はどうなってしまうんですか、まあ、見つかって問題になったことはまだないと思います、うん、まだないんだよ、そんなになんか政治運動に、はい、
関心の高い未成年の人が多くない。もともと未成年の人は選挙運動をしちゃいけないっていう法律だったので、だから未成年の人が街頭で、磯貝先生が高校生で応援するってことはできなかった。それがネットにもなったっていうだけの、まあ多分あれですよね、子供を使って、その選挙活動するみたいなやりのは、そういう意味なんですね。それで18歳、あれ20歳未満か。でもちなみにマルタちゃんは未成年が選挙活動しちゃいけないの知ってました？うん、知ってました。え、やばい、私知らなかった。本当に？だから、私知らないから、なんかこれ知らない方って未成年の方たくさんいるんじゃないかなと今思って。そうですね。なんかリツイート気軽に押しちゃう人とかいるんじゃないかなって、間違って押しちゃったのよ、もうさ、それでさ、例えば使ったらさ、僕間違えたのみたいな。そこに学校名まで書いてあったらもう終わりですからね。なんかすごく、じゃあちょっとなんかあれなんですね、なんか緩いというかなんというか、こう厳しく、まあ厳しくされてるけど、なんか制限がちょっと曖昧というかなんというか、実際にどうやって規制するんだろうっていうのがありますね。まだそれ規制されてはいらない、なんか具体的になんか摘発されてねっていうのがあるわけではないんですが、それはまあ今まで通り未成年の選挙運動が禁止されたまま、インターネットの選挙運動は OK ってなったということです。だからそこはちょっとぶつかってる。あとは、あと何でしたっけ、印刷。印刷も禁止なんですね。だからこうインターネット上での更新はどんどんやっていいですけど、それを印刷するのはダメなんです。印刷してそれを配るとかですか？そうそうそう、それは今まで通り紙というのはちゃんと、印刷はしてもいいんだろうけど、配っちゃいけないってこと。印刷したやつ配っちゃいけないじゃん。印刷したらどこにする、それを。いや、だから個人的に見てるのよ。だから印刷、だから印刷して頒布したり、その要するにビラとして配っていいものはちゃんとルールにのっとってやらなければいけないので、自家製でプリンターで印刷したものをみんなに配って選挙運動してはいけない。そうするとビラと同じ、同じことになっちゃうので。有権者がってことですか？有権者がじゃなくて、有権者もだから、有権者も選挙活動する方も、そういうビラ配りは NG。 そうなんか難しいですね。で見たことないよね。見たことない、まあ、ないだから違反だから、だから、でもさ、選挙活動してる時に配ったりとかそういうのはないって、ないんです。だからそれはちゃんと法廷で、法律に基づいて作ったビラじゃない。選挙公報っていう、みんな同じ条件の字の大きさとかスペースが決まったものを吸って、それは新聞と一緒に配られたり、そういうルールに基づいて配布するものはいいですが、ダメです。私の地元には白い看板があって、そこになんか四角く切られて、123456とか書いてあるやつがあるんですけど、あれは OK なんですか？あれはポスターで、だからそれはルールにのっとって、あそこにのっとって貼る場所も決まって、あれはいいです。あ、じゃあそれがなんか街中の電動電柱とかのところに貼られてあると、ちょっと危ないっていうことになるんですね。その多分紙チェックするんですかね。ちゃんとそのハンコが、ね、していくんですよ。これでいいですよ。これは貼っていいポスターですっていうのがないと。めんどくさいね。めんどくさいし。いや、これもなんでかというと、紙が貴重だった時代にこのルールはできてるわけ。あ、金あるやつは自分でどんどん紙使ってみんなにこう配れるということがあると差がつきすぎるので、公平にしなければいけないっていうところから出てきてるんだけど、まあ、そこはまだ残ってる。あ、なるほど。そこを突っ込むとね。じゃあネットにはその差はないのかな。そういうことなんですよ。あ、そうなんですね。ちなみに日本モアではなんかいろいろまとめられてるという、候補者の方のまとめがあるということなんですが、新潟日本モアに衆院選2014という特集ページがあります、でこれですね、でそれ今、いろんなニュース出てるんですけど、麻生さんの問題発言とかね、あるんですけれども、選挙区候補者一覧というところを見ると、新潟県の1区から6区までの候補者の出ますね。皆さんは3区なので、私は3区。小木さん3区。私3区ですね。3区を見ると、3人の方が立候補されてますね。で、見たことある？この顔。みんな見たこと。私ないです。ある？ない。ない。まあ。私はない。で、それぞれの方々が使っているインターネット選挙のツール、まあ、Facebook とか Twitter とか、ブログとかが、この人ホームページだけだ。本当だ。なるほど。公平にホームページを見ていきますと、この方は
共産党の候補の方なので、うんうんうん、共産党のホームページ、はい、それから黒岩さんは、これ黒岩隆平っていうホームページ、うん決まってますね。これ決まってますね。表示時間は一緒にしないといけないのかな。斉藤弘明さんは繋がらなかったら問題です。問題ですね。問題ですね。あれ。あれ。ちょっとなかなか繋がりづらいですけど、まあ普通にあるということとすると、ホームページが繋がるんですね。なるほど。繋がりにくい。ちょっと繋がりづらいですね。多分フラッシュかなんか使ってるんですけど、ね、これはちょっとまずいかもしれない、まずいかもしれない。後編に出てきました、出ました出ました、はい、なんかね、はい、フラッシュなんです。すごい凝ったページですね。おーすごい。そうですね、はい、こういう感じでなんかさまざま。これいいんですか。何がフラッシュ、やり方違うけど。フラッシュありですか。でもそれはいい、それはいいです。同じ、それは構いません。なんかおかしくないさっきの紙の話に比べると何でもありじゃないか。全然こっちの方が広まるじゃん。広まる。これは、ね、広まらないだな、またあ、そうなんですか。で、ね、出るまで時間かかってちょっと困ったりもしたんでしょう。あ、さあ、確かにもう見たくねえってなって、あそこまで行っちゃいけない、そこまで行っちゃいけないけどちょっと公平感が今あったピーってやっといて、はいはい、うん、まあだから、はい、いろんなやり方があって、はい、でまあ、だから5つある人もいれば、はいはい、1つの人もいれば、うんうん、それは各候補者の判断でやると、うんうんうん、あ、なるほど。まあ、モアに飛ぶと、日本モアに飛ぶと、こうやってなんか自分の選挙区の方の立候補者のなんかホームページとかツイッターとかに飛べるっていう。で、これはあのネット特有なもので、はいはい、あの成りすましとか、うん、あの知らない、うん、勝手に名前を語ってやるってこともできちゃう。これできる。で、そうではないですよっていうことを、うんうん、その候補の皆さんに確かめてこう載せているので、うんうん、安心です。安心のページ、安心、安全のページ、安全のページ。安心です。これ以外のところに載っているのは、うん、ちょっとなんかあるかもしれないですけど、いやいや、そういうわけじゃないけど、まあそんなにあんまり成りすまして、まあ、地方選挙レベルではあんまりない、うん、ないんですけどね。あの安倍首相はなんか偽物がいたりしました。あ、それぐらいになればそうですけど、ね、まあ一応オフィシャルというか、うん、ということですね。なるほど、まあ、安心安全のページでここから見たい方のところに飛べるっていう、うん、ね、そうですね、はい、そうですね、はい、こうなんか初めてこのページ見ましたけど、はい、あのそのネット選挙が解禁されてからっていうので、なんかツイッターとか結構皆さんやってらっしゃるなっていうのがちょっと印象強いですね、うん、意外とそういう方はやってらっしゃるっていうのが、やってる人とそうでない人の差が割と、うん、あ、それが先ほどの、ね、先生の記事の中にも、ね、多分大変みたいですね。大変なんですね。でやっぱり分刻みでこう、はい、いろんなとこ回って、うん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 、で演説して、はい、で、うん、あれですよね、あのだから応援演説で多分安倍さんが来るとか、はい、あのそれぞれの党の、うんうんうん、なんか有名な人が来るわけでしょ、うんうん、そうするとその人が何時に来るからここでとかって、その分刻みで動きながらいろんなところで喋って歩いてるから、うんうん、その合間にこう、うん、ツイッターとかを大体はその、ね、まあ、秘書の人とかが写真を撮って代理で上げて、自分では撮れないですからね、うんうんうん、難しいところなんですね。やっぱりなんか忙しいからそっちにまで手を回せないっていう人もいるし、うんうん、まあ、人もたくさんいるからそういうとこにまで手が回るっていう方もいるし、まあ、なんかまばらというかなというか、まだ、まあ、始めたばっかりですけど、うん、でも結構だから普段から、はい、そういう意味でも普段から使っていて慣れてる人は、うん、まあ、パパってやるんですけど、うん、まあ、そういう人でも忙しくなったら大変だし、うん、そうじゃない人はもっと大変ですよね、うん、帰って慌ててるところがバレちゃってバレちゃって、ちゃおいおいみたいな、あ、そういう危険性も、そう、まあ、最初に言っちゃうやつよね。その時だけ活動してちょっと個別に誰がどうとかは言わないですけど、名前はそこまでわかるんですか先生。いや見てるから大体、はい、あ、そうなんですね、見てる方はわかるっていう俺はどうかなみたいなのはあるんですけど、まあ、さっき後の話にもなると思うんですけど、うん、でもそれがじゃあその人にとってすごい大失敗だったかというと、うん、またそうでもないというか、うん、そうそうそう、それほど影響を与えてるかっていうのが、うん、いろいろ評価が分かれるところですね、うん、ちなみに吉岡さんと一ノ瀬先生はネット選挙、はい、
あのちょっとあれですけど、賛成派ですか反対派ですか？反対する理由はないです、ね。まあ普通にこのままやればいいんじゃないって思いますけど。あのやっぱりさっき言ったみたいに、はい、知りたい人にとっては便利な仕組みなので、うんうんうん、あの大いに活用できると思うんですけど、うんうん、ただ、まあ、もともと選挙に関心のない人にそのいくらその人若い人たちがネットを使ってるからといって、うん、その過去のことにほとんど関心がなければ、うん、それを見てくれよっていうのは難しいと、うんうんうん、ネットやったからって見てくれるとは限らないだろうなっていうふうには思いますよね、うんうんうん、なるほど。なんか見ないでしょだって本当に、うん、そうですね初めてまずモアのページから飛べるっていうのを言いましたので、うん、なかなかやっぱりだからさ、はい、その例えばこう知名度を上げていくとか、うんうん、その人に関心を持ってもらう方法っていうのは、うん多分その選挙の時にやる以前にいろんな手法があるわけで、うんうん、やりようはあるわけです、うんうんでまあ、新潟県に関して言うと、まあ、今回2年間の間に結構、まあ、あの頑張ってた落選中の候補者も結構頑張ってたりとか、うん、いろいろあるわけですよ、うん、それで地元の人を回ったりとか、うんうんまあ、そういうのの一環で、うん、ネットでもちゃんとね、うん、何々さんのことは、うん、あ結構頑張ってるねってみんなが認知するような活動をしておけば、うん、それは意味があると思うんですけどだってさ いろんなさ例えば、まあ、なんかこう選挙の時に限らず、うん、なんかこう自分の地元の人を訪れたりとかしてさ、うんうんうん、仲良くなったりするのは別にいいんですか？そうです、いいです。そうです。それは別にいいですよね。それで知名度上がるし、うんうん、そうだから現役の議員の方は、まあ、国会があるから東京に行ってるけど、うんうんまあ、そういう人たちも結構一生懸命こう帰ってきて、うんうん地元の集まりとかに出るわけでしょ、うん、だそういうのと同じですよね、うんうん、同じようにネットでもじゃあその若い人とこう、うん、うまくこうつなぐ方法ってきっとあると思うんですけど、うん、今全然つながる気配ないですよね、うん、あ学校行ったりとかそういうのはないんですか？学校行ったりとか、学校来られたら大変だよね。やっぱり有権者は大学生に8以上だから大学生になっちゃうでしょ、うん、あ、そっか、ね、小中高に行っても、うんそう大学に行くのはあり、大学がありまあ還元すればありじゃない、あの講義とかを受けるとか、いや選挙期間以外だったら学園祭とかで政治家が講義、うん、あの講演とかって結構あります、ねうん、ありますありますあるんだ、読んだりして、ね、初めて知った OB の政治家読んだりして、それはありますよね。へちなみに、はい、先ほどツイッターであの未成年の方がその選挙活動をしてる方の、はいうんあのツイッターの、 あのツイートをリツイートするのはアウトって言ってたんですけど、あの例えば、うん、その選挙活動して選挙立候補した人が間違えて未成年の方のやつを非公式リツイートみたいな感じにして、なんかアットマークの後ろのアカウント名も載ってる状態にして、なんかこれにそれについてコメントみたいな、どういうこと？なんて言えばいいんだろう、未成年者による選挙運動、うんいや、それを未成年の人をなんか未成年の人のやつを リツイートして、そこに何か対してコメントもつけて、うん、こうタイムラインに流れるようにするとか、それは未成年の人はついには止まれないと、うん、それは、うん、とりあえず未成年が関わらなければいいってことですね。まあ一番いいのは、うん、例えばね、じゃあなんか困ってる高校生がいて、うん、なんか勉強大変だみたいなのを、うん、その政治家のなんとか先生が後で引っ、うんなんか頑張れよみたいな感じで、いいかってことで、ね、それは選挙運動じゃないからいいんじゃない、うん、いいんですか？未成年とそこは触れ合っても、未成年と触れ合うのは別に構わない。なんか利用するってことでしょ、うん、困ってる学生さんの状態を、うん、その下に例えば PS は私にとかって書いてあったらあ、それはそれはダメなんじゃない？なんか見かけたけどね、そういうの。あ、そういうのあるんだ。怖い、先生チェックしてる先生。すごいですね、いやツイッターじゃなくけど、はい、その街で会った若者の声みたいなのを拾って、うんうん、いや若者たちにもぜひ頑張ってくれって激励されましたとか、うん、これはあるよ、うん、この声を政治化したいですみたいな、これはある、はい、無理やりある、あるもういいんじゃない？人が思わなかったってさ、それはいいんじゃない？確かにね、私選挙権ないから分かんないけど、いくら私が言ったってあれだけど、うんうん、自由な立場だからね、うん、いくら私にこうやってねって言われても、うん、私はもうごめんできないってなるけど、小池さんが言ったのはそれで、はい、その子供が未成年が迷惑になることがあるかっていう、はい、あ、そんな感じです、はい、それはないないですね、ないですか、そこら辺はまあ一応セーフ、うん
っていう。セーフというか、はい。なんか難しいですね。例えば私が今何々と何党の何々いいですよって言ったら、ダメなんだ。これまたいろいろ微妙な問題、そのこういうメディアの目でやるっていうのはちょっと普段の、あ、だってこれみんな見るもん、ね、違うかもしれないね、だけど、でもゲームそんなにダメだではない、ダメだではないと思う、特に学生さんの立場でね、選挙権ないよ私、あ、そうなんだ、なおさら、いやね、これね、なおさら大丈夫、なおさらいいのか、ダメだなと思います、でも私言う必要ないよね、だってもともとないんだったら選挙権ないんだったらないとないやいいよみたいな、マジで分かんないけどさなんか深いですね、でもそういうことも公示期間中でも、なるだけできるようになるんだなってイメージはこのネット選挙のあれであったと思うんですけどね、でも実際にはあまり変わらないっていうのは変わらないですよね、まあでもだんだんオープンにはなってきてるっていうか、なんていうか、いいんじゃないかな、なんかさ、ずっと昔だったら、多分チラシをベーって配ったりとかしてたんだと思う、イメージ的にさ、なんかこう空から降ってくるような、ある、わかる、なんかありがとうございます、お願いします、お願いします、みたいないいんじゃないの、そういう感じでも、だからそれで紙が貴重なあれで、お金持ちができる、飛行機飛ばせる人が勝っちゃうじゃないですか、あー、なるほどそうだからもうこれでね、ネットからも盛り上がっていくんじゃないかと期待されたんですが、はい、です、はい、全然ちょっといろいろ面倒くさいから結局盛り上がらない、いや、これね、去年の参議院選挙から始まったんですけど、はい、参議院選挙でネット選挙が効果あったかっていう調査を他の支部社がやってて、そしたら5割以上はもう関係ないっていうのが関係ないね、関係ない、全然リーチしない、意味なかったっていう意見、だからまあ5割、6割ぐらいだから微妙なところなんですよ、良かったという人もいるし、はい、やらないよりはいいっていうことですかね、どれぐらいそのネットで発信することで票が動くかっていう次元で言うと、全然その当選するかどうかに影響しないぐらいしか人のこう判断が動かない、どんどんリツイートされて、もうなんか特に興味が誰にしようかなと思っていると小池さんも巻き込まれてみたいな、なんかそういう風になるんだったら意味があるんですけど、今のところそこまでの力はどうもないようだと、ほんの一握りの議員だけが注目されて、その人だけが注目、有名人、芸能人みたいな人が立候補して、その人がどこ行ったとか、どういう発言したとかっていうのは話題になるけど、普通の新潟の第一区の人みたいなのはならない、そうなかなかちょっと影響は出ないかもしれない、で逆に、はい、あのね、候補者の側が見てるみたいな、候補者の側が、じゃあ私たちが見られてるってことですか、そう、どういう評判になってるかなみたいな、私がどんな評判になってるか、まあまあ、これはもうなんかそういうのもいろんな、はい、テレビ番組とかでやってますけど、はい、こう後ろに、選挙なんだ、ネット分析班みたいなのが各党にあって、こう見るわけですよ、そうすると各党で今それぞれの政策についての今の雰囲気はこんな感じだとかっていうのがいろいろ分析的に出てきますよね、この話を積極的にするしないとか、外で喋るんだったらこんな風に喋ってとか、いろいろ分析結果が出てくるので、アメリカはそう、そういうのを後ろで今やってる、なんかあれですか、ツイッターの検索ワードのとこに党の名前とか入れてで調べるみたいな、いや、もっとね、多分もっと複雑な操作で調べていて、今のそのこの政策について、うちの党に対する評価はこんなとか、これ今やろうとしてるこの公約に対してこんな雰囲気だからやめた方がいいとか、ううあまり言わない方がいいとか、それでもリアルタイムにやってますかね、やってるみたいですよ、やってみたい、いや、その、あれが、ほら、あるじゃないですか、だから安倍さんは何だっけ、何を言わないで書いたんですか、原発の話をしないで書いたとか、あれは多分あるんです、後ろで、ここではこの話はしないで帰ろうみたいな判断は絶対どっかでやってる、ああ、それがきっかけで、こう発言にまで影響してるっていう、ちゃんと考えて、言うか言わないかを決めてると思います、まあでもいいんじゃない、いや、それは別にいい、だし、それはだから、みんなそういう、自民党はやってるかもしれない、自民党はどうもやって、いや、そう、まあ、民主党もやってる、ちょっと誰がやってるかっていうのは、あんまり言いにくいけど、はい、お金があるところはやってます。やってますか。
結果お金あるところがやってる。だからそうさっきの問題になるわけですよ。結局紙の話とか言ってたけど、うん、そうじゃなくて、ネット選挙をコントロールするのは金あるっていうね。金ある人が、うんうん、そう、私もそれ思いました。だから結局ネットなんて入れるんだったらお金ある人しかできないじゃん。そうです、そうです、そうです。やばい、なんか深い、深く深くすぎて怖い。なんか選挙区の候補者とかのやつだけ見てるといや全然盛り上がってないなとか思うんですけど、はい、うん、そっちじゃない方でいろいろ動いてるんで、ね、うん、いやー分かんないな私。なんか生きにくくなった。なんかさ言いたいことを言えるのかなこういうのって。いや言いたいことは言えるんですよ。だから言いたいことを言ってる、うん、みんなの言ってる雰囲気を踏んで、うんうん、まあ返していくと、まあ、でもそれは普通といえば普通ですけど、うんうん、でもそればっかりやってたら芯ガタガタになりかねなくないですか。芯というのあの自分たちの掲げてるマニフェストみたいなものが確かになってしまう。いやボロボロにはならないように、だからどういうふうにこう食い止めるかでしょ、うん、あなんかうまい、そこはダメって言ってるからここはあんまり言わないでおいて後で出すとかあるじゃないですか。そこはどういうふうに喋るかはよくよく考えて喋ってる、もともと考えてたと思いますけど。同じことを言うにしてもうまく言おうみたいなところのテクニックの話ですね。そうそこはやっぱり相当研究していると思います。そうなんですね。まあ、それにあんまり踊らされない方がやっぱりいいわけですね。いいわけですよ、いいわけですよ、はい、なんか何が嘘で何か本当かみたいな。例えば私が今この場所で、うん、先生誰に投票したのとかいうのは絶対聞く。えそれどういう話？急にどういう？いやなんかそういうなんか著作権っていうのかなんかプライバシーみたいな変なそういう話。はいはい、あそういう話。そう言っていい話としちゃいけない話みたいな。いやいやだってそれはだって公然と喋っている人はいますよね。うんうん、でそれは喋ってもいい、喋った人は喋ればいいんじゃない？でもあんまり好まれないかもしれない。いやまあ、誰々に投票したとかは、ね、それはあんまり好まれないですね。まあ、こういうその選挙について話しましょうみたいなニュースについてやりましょうみたいな場合はなるべくどこかの指示とかがない方が聞いている人がリアリティがあるのでっていうのは、まあ、それは新聞でもテレビでもマスコミ、マスメディア、大学の先生もしかしたら話しましょう。そうですね、まあ別に僕らはなんか、はい、なんとかと指示とか言ってる人もまあいないことはない、まあ、いると思う。大学の先生でも。うん、それは別に言うのは構わない。自分の意見をこういう場合言うのは全然いいんだけど、うん、相手のために何かになることは言っちゃいけないってことですか。あそう選挙運動は、ね、選挙運動という意味ね、この場では、うんうん、あこれはね、はい、まあちょっと、はい、まあ、新聞では特にないですけどね、放送にはちょっと今そういう申し入れが、うん、党の側からあって、まあ、あの出演者の人が出られなかったりとかね、今回の選挙では公平にやってくれっていうのが、はい、まあ、ある党から放送局に対して出て、うん、でテレビ番組がそれに影響を受けたのかなっていう話題が出ております。そうなんだ、出ております。だからさっき言ったように、だから石川さんはちょっと別に我々がそれをしなきゃいけないっていうあれがないわけじゃないんだけど、うん、同じ時間この時を表示しないと、それにつながるわけですね。あれはもうちょっとギャグですね、ちょっとネタですが、ネタですが、まあそういう、うん、もともとそういうふうに気を使っている番組もあるんですが、あ、まあ、より一層そういう圧力が強まってきて、うん、NHK なんかも徹底して、うん、その局民放と NHK の違いっていうのもあるし、そうですね、新聞と週刊誌とはまた全然違うし、うんうん、なんか選挙には慎重にならねばならないのですね。ねえ、なんかさ、皆さんは別にいいですよ。別にいいんですか。だからメディアがそれ公平に扱わないと、うんうん、それよくないよねと。勝ちそうなところばっかり話聞くようにしたら、その勝ちそうなところが結局勝つように誘導することになるじゃないかということなんで、じゃあどう何が公平かって言ったら、みんな均等な時間で喋ってもらう。この番組がなんとかとニュースナビだったら、ね、それはダメですよ、ね、その党の人は見るけど、他の人は見ないでしょ。じゃあそれをやったら私たちは捕まったりする。捕まらないけど捕まらないけど良くないです。メディアとしては良くない。見る人が減るでしょ。偏った党ばっかり信じてると、いっぱいの人に見てもらいたいのに、考えてもらいたいのに、大変だね。大変ですね。新たに大人の世界を知った感じ。いやだからテレビとかにはそういう風な要請が来るけど、はい、ネットに対してはそれは来ていないし、うん、ネットに対してそれが来てもネットはできないですよね。うん、
規制がかかりづらいですよね。そう、ツイ、あのリツイートの量は均等にしてくださいみたいな言ったら誰に言うのかよくわからないわけですよ。そんななんかもう根本から覆るよう な, なんかもう誰にも言いようがないんですよ。言いようがないですね。そうそうそう、そういうことです。だから、はい、まあそれが本当に動き出したら、うんうん、いろんなことが起きそうなんですが、うんうん、今はそこまで何も起きていない。今回もそこまでの感じはないですね。結構みんなおっかなびっくりだったけど、実際開けてみたらそうでもないねっていう。そうそうそう、誹謗中傷が飛び交ってみたいなのも、まあ、あるけどそんな影響力を感じないですね。ほんの一部ですね。落選運動はちょいちょい見ますけどね。あ、そうなんですか。うん、この議員はこういうことをやってるから、はい、これ落選させようみたいなの書いてる人いますけど、はい、そんなにそれが盛り上がってる感じはない。でもそういうのは元からありそうですよね。なんか、うん、だってもう個人個人でさ、うん、好きな人とかいない。だから元からあったけど、それは本当はやっちゃいけないことだったんです。ツイッターでそれ書きまくって。いうのはやっちゃいけなかったけど、それを解禁したので、うん、もうそれだけになったらどうしようって思うんです。使える人使えない人の差ができてダメじゃないか、書けるやつばっかりをこう書いて選挙の雰囲気を作っていくんじゃないかみたいなことを言われてましたが、うん、それは起きてない。起きてない、うん、高齢者に不利じゃないかとかね。うん、ああなるほどなるほど。でもなかった。そうでもなかった。そうでもなかったですね。なるほど、うん、そうなんですね。ちょっとこれ以上話さない方がいいかもしれない。ちょっとなんかだ深めないよね。いやいや、だからこれを機にちょっとさっきのやつを見てみてください。新潟日報をまとめて、はい、そうですね、見てみてぜひ見てみてください。大変だね、大変だ。みんな頑張ってください。あの家で見るときは別にあの均等に見なくていいですから、はい、自由に、はい、自由に見ていいです。自由に言いたいことは言えるし、もう何でもできる。ちょっとこの場では控えましょう。難しいですね。じゃああれですね、今回 の,、はい、あの衆議院の選挙はですね、はい、まあ、参議院の時はそんなに影響はなかったところのことですけど、結果はやっぱり今回もですか、それとも、まあ、分かりません。それはちょっと振り返ってみないと分かりませんが、これからすごい大活用してそれですごく当選してしまったという人が出るかもしれないわけで、なるほど、それはちょっと蓋を開けてみないと何とも言えないっていう状態なわけですね。分からない、まあ、何人か、うん、どうなるかなと思ってる人いますけど、まあ分かりません。なるほど、うん、まだまだちょっとじゃあ、選挙の日は12月の14ですね。14ですね、はい、14ですけど、まあ、そこに来てみるまでは、うん、ちょっとこのネット選挙の効果はどうなるかはよく分からないという、うん、まあ、あの皆さんも、はい、3区の人たちを見て、うん、あこういう人使ってるなとかって思ってて、うん、でそういう人が実際当選するかどうか後で、うん、見てみたら、あそんなでもないじゃんみたいな、ね、あなるほど、意味あんのか意味ないのかなんとなくね、あなんとなく、まあ、見てる側も感覚的には分かる、うん、伝わるっていう感じですね。なるほど。14日報道は新潟日報はどういう、あ、選挙と、うん、速報を開票直後から、はいはい、新潟日報までやります。あ、今でもやるんですね。なるほど、ぜひご覧ください。ナイスな宣伝ですね。宣伝した。気になる、怖いよ。はい、ぜひご覧になっていただくということで、はい、宣伝でちょっと締めですけど、いい宣伝で終わりですね。はい、じゃあ、まあ今日はちょっと選挙、ネット選挙についていろいろ触れていってみました。はい、解説役はですね、新潟日報論説編集委員の吉岡和彦さんと、慶和学園大学の一戸信也先生でした。次回は12月22日で、あの選挙が終わった後ですね、の配信の予定です。勉強狭間ですね。はい、皆さんお楽しみにしててください。はい、それでは皆さん、また22日に。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。